西南戦争で殺軍に投降を促す官軍のビラ。漢字が苦手なものでも読めるよう、振り仮名が書かれている。宇田川洋安が表した、精味階層の科学実験図。ガスなどの外来語には、漢字を当てた上で振り仮名をつけている。振り仮名とは、日本語において、文字に対して、その読み方を示すために、その字の周りに添える、表音文字である仮名のことを言う。 活版印刷において基本的な本文の文字の大きさであった五合角の活字に対して振り仮名としてもいた7七合角の活字が別名ルビーであったため印刷物の振り仮名をルビーとも言う。漢文訓読のため平安時代に使われるようになった訓展を起源とする見解がある。江戸時代に出版が盛んになると読者層の広がりから 漢字の識字率が低い層でも読みやすくするための補助として発生、普及した。金混じり文の漢字に添えることが増えた。漢字の左右に読み方と意味を並べた例もある。滝沢馬琴、南層里見八県伝では、教主題の右に、キャウ主題、左に、ごく問題と振られている。活版印刷の流れを組む出版作業では、振り仮名の大きさは、 振り仮名を添える対象の文字の半分とする。本文中の漢字すべてに振り仮名を振るものと、読者対象や書物の内容などから文字を選んで振るものとがある。明治時代に入って以降、第二次世界大戦まで活版が盛んになってもすべての漢字に振り仮名が振ってあった。新聞、書籍等の通常の成人日本語話者を読者として想定している。出版物でも、 振り仮名が振られている場合が多かった。戦後になって、作家の山本雄造により、振り仮名がないと字が読めないようなのは恥ずかしいから、振り仮名を全廃しよう。そして、振り仮名がなくとも読める字だけで書こうとの提言がなされた。山本は、戦前の小説、戦争と二人の婦人間末で、振り仮名を黒い虫の行列と呼んだ。 これには振り仮名入り活字などの費用を抑えられることから、印刷書なども同調し、さらに東洋漢字表において、振り仮名を使用しないこととされて使用が減った。しかし後に見直されて、難しい漢字でも場合によっては使用し、振り仮名を振った方が良いとの意見も出てくる。現在では、印刷技術も発達し、振り仮名を手軽に利用できるようになったので、振り仮名を振るものが主流となった。 子供や外国人を読者として想定している。出版物は漢字に振り仮名が付けられるのが普通である。2008年頃から一部のテレビゲームにおいても振り仮名が付くようになった。また人名の場合は漢字の読みが足したようであるため、個人を扱う公式の書類の多くは氏名と読み仮名を併記する。漢語で記しておいて振り仮名は その意味の和語によってするというものも多く見られる。特に小説などの表現技法としてよく用いられる。また漫画や小説、歌の歌詞などでは特殊な効果を狙って漢字や外来語で記したものを全く別の振り仮名で読ませることもある。こうした当て読みの例としては本気、瞬間などがある。漢字を読む、際の補助だけでなく、上記のような表現の多様性や文化、 芸術的な意義から、振り仮名を積極的に評価する意見もある。井上久氏は、鹿場日本語文法書集の、振り仮名損得勘定で、働き者の黒い虫たちにこれ以上、駆除剤を巻くと、日本語はバラバラになってしまうと唱えた。炎上等は、小説、文字渦で、本文と別の文章を振り仮名で綴った。ありがとうございます。